てシグナルが変わるとスタートということになります。ビジョンの方にも今隊列を整えて戻ってきている車両がゆっくりと戻ってきている状況が見て取れるかと思います。さあセーフティーカーは今ピットレーンに入ってまいりました。隊列きれいに整ってグループ2まもなくスタートということになります。第2戦のスーパー耐久シリーズグループ2、さあゆっくりとゆっくりとゆっくりと来てゆっくりと来て、さあここから加速して今スタートしていきます。まずはいいスタートはこのポールポジションから86号車、そしてその後ろというところで、まずは後方をねちょっと引き離しにかかっていきますよね。2番手のその伊橋という状況のタクティクスも必要にはなってるんですが、さあ27号車伊橋に対して田代が今ずっと行きましたが、まだここには入らないロスはなく、コースの方には戻ってきているようです。やっぱね2番手3番手ちょっと今バックスイッチテールトゥーノーズになっていますね。伊橋を追いかけて田代、さあその伊橋も分かっている状況もあってですね、中間のラインを取っていく、カラーリングで見つかったのかもしれないですね。今4コーナーの内側でマシンを止めた69号車ホンダカーズ、浜松北、ミキャンフィット、オレンジのフィット、ちょっとどうでしょうね、対応できるかどうかなんですけど、まあ、止めることになるかどうか、オフィシャルが向かっているところです。まあ、今回コース、どっちにしてもだいぶ遅れてしまったなというところになりますね。だって1回目のピットに関してはまだ55号車がピット入っていません。トップ走行中のタッチの位置、今後方に21秒だから、これはねスイングしてドライブスルーしただけですからトップで戻れるんですが、そんなわけはないんで、ちょっと厳しくなるか、2連覇になる可能性が高いですね。ギャップで58秒か、あ、これちょっと厳しいね。55はもしかすると、77の前でコースに戻れる可能性がありますね。ってことは3番手で戻れる可能性があります。93はでもすでにピットに終わってはいるんですけど、そして今18号車ピットに入ったようです。18号車はまあこれそうだね、ここから遅れていっても3番手、4番手どうかっていうところですか。11号車も今ピットを離れていきます。11号車ピットを離れて大西から黒田ピットに何番手かどうか、これ69は今コースに戻りましたね。ミキャンピット復活です。これ戻りましたね今ね。そして60号車が今ねちょっとマシントラブルと抱えてるかもしれないですね。リアバンパーのちょっと脱落があるかどうかっていうのが今ピットに入ってきたようなんですが、どうでしょう。ドライバーチェンジをする車両を見るスポットはまだしていない。ジャッキでマシンは上がっています。タイヤは準備してある。フロント変えるんですね。これフロントいますね。タイヤマンがいて、これみんなヘルメットも面白いですね。後ろジェフソンパトンもいますね。7番のあたりテープです。万能
上ですからね、あの壁は。まあ60キロまた止まったバックステップっていうか厳しいね。早めのピットインからで4番手までもうなんとかこう場所持って。